庁の報告書、それを審議会をもともと招集をした、財務省の大臣である方が自分が開いた審議会であるにもかかわらずその報告書を受け取らない、こんなことはあっていいことではありません。ありえないことなんです。そうしたような状況が今本当にたくさん起こっています。私たちはもっと起こっていいし、そしてこの年金問題をはじめ今まであった数々の不正、こういったことはよその国であれば暴動の2つや3つ起こっていてもおかしくはございません。そうした意味で私たちは暴動は起こさないけれども、一票をしっかりと使っていくということ、本当に必要だと思います。塩村彩香立憲民主党の参議院議員予定候補でございます。本日は本人が赤羽の皆様にご挨拶をいたしたくこちらに来ております。どうぞお声をかけてください。よろしくお願いをいたします。塩村彩香。